今井修氏は絵画心理学者。1944年、愛知県名古屋市生まれ。1974年から今日まで、過去31年間に、延べ10万人以上の子供と親の関係を、児童絵画を通してカウンセリングしてきた、児童絵画心理学の第一人者。1977年の私印で、仏教美術、マンダラガとの出会いがあり、絵画分析。 分割学の基礎を見出す。今井修士の心理分析法は1984年ジャパンタイムズで教育部門にて全米に重大ニュースとして報道された。また、1998年 NHK 教育テレビコラムにて絵が訴える子供の SOS に出演し、色彩、形態、分析位置から真相心理を探る空大理論を発表。 母子コミュニケーションの原型となるパソコンでの心理分析システムを開発。その後、i モード公式サイト、新進版アートロジーの監修、心理研究のほか、カウンセリング、講演活動、大学教授と幅広く活動。2004年6月、長崎佐世保小6同級生殺傷受験課外女児のイラストに潜む心理を解明、スーパーイチャンネルにて放映。e ージー。 TV にて放映。2010年、日本参照製薬株式会社の心理カウンセリング顧問に就任。2014年10月、株式会社ソロモンとコラボレーション。現在は、企業適正検査用事、児童の心の SOS を解読及び、広む反省発達障害における、心的発達段階の分析、解読や、一般の方へのコーチングを行う。 About US 太陽アートプロダクションありがとうございます。